だ。全然気づかなかった。お姉さんにいっぱい教えてもらいました。あれよバイソン、めっちゃでかくない？これ歩いてんねん、泣く。これ歩いてんねん、でかい、やばい。クマどれかな、これは。なんか猫？トラ？これクマっぽくない？これクマじゃない？ちょっとうわー、なんかでもちょっと吹雪っぽい、吹雪っぽいね。これはこれは何だろうな、何だか分かんないけど、お風呂に入れたい、シャンプーしてあげたい。生オオカミいるかな。ハートの石あった。ウエストイエローストーンという町に着きました。やっとイエローストーン、3日ぐらい運転しましたね。まあ 4,5 時間ずつかな。ちょっと T シャツ見てみましょう。娘はもうすでに中に入ってます。イエローストーンのお土産物はいっぱいあるよ。なかなかやっぱり。富士山登る前みたいに杖が売ってます。ちょっと長いかな、でもなんか、あ、これかわいい、これかわいい。子供よ、このスモーキーさんがな、いつもな、いつも山火事の危険度を教えてくれるんだ。スモーキーさんありがとう。ぬいぐるみまであった、欲しいかもしれないスモーキーさん。俺に行ってみます。イエローストーン初のビールはこれです。巨大バッファローのステーキを行きます。バッファローではないか、どうですか。めっちゃ柔らかい、よかったですね。ちょっと他の話、日本人ですね。ポテトです、そこは。そこはポテト、塩やんな。塩。ステーキはどうでした？ステーキはどうでしたか？柔らかい。味は？肉の味。肉の味。やあの、ま、食感は柔らかい。味は？肉の味。あとは？炭。あとは？食レポ以上です。以上です。美味しいです。2杯目ペールエールです。あ、さっきのねガツンときたけどね、やっぱりこのね爽やかな感じで、さっぱりで超うめえ。
参ります。 All right. Do you need just the vehicle pass? Sorry? You got 35 for just for Yellowstone? Yeah, just for... Or do you want an annual? I don't know. I want to stay maybe 2 or 3 days. Okay. And then so just... the $35 vehicle pass is good for 7 days. Oh, okay. Okay, so is that what you need? All yeah. Right. Okay. どうですか？目が開きました。目が眩しくて、はい、イエローストーンはサングラスが必要、はい、やっぱり、はい、それと、ね、服はどうした方が良かったですか？じゃあもっと薄着。もっと薄着、はい、どんぐらい、それ以上薄着どんなすんねん。日焼け止めは忘れてきた。日焼け止め忘れてきた。やっぱさすがイエローストーンの中のお土産物屋さんはいいものが売ってるような気がします。まあお値段もそこそこいいけど、でもやっぱりなんか町に村にあるお土産物屋よりは全然いいかな。一見くまモンですけど、そうじゃない、くまモンじゃない。パイソンかわいいです。150年、すごい、ね、手ぬぐい、これ体洗うやつ、まあ、キッチンって書いてあるから体じゃない。イエローストーンの水を入れられるステーションがありました。ボトル持ってないんだな俺。でもアーティストか？アーティスト。
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think of myself. Wow, yeah. 水の量がすごい。わあ、これは落ちたら死ぬ。マジで。怖いです。すげー、すげー、パワー、すごいな、これは。すげー、色になってきた夕日タイムですね。あ、雷も鳴った。このイエローストーンの河原の横で今晩ご飯です。今日はタコスを2人で作ります。空気が寒いから湯気立ってるわけじゃないと思う。気温は25、6度あります。すぐ割れちゃうかもしれないんだよね、こういう。危ない。音はこいつがジジ言ってるんだ。バッタだ。飛ぶ時に音が鳴るんですね。そしてほら、すげえ勢いがすごいな、これ。これジャグジーだね。天然のジャグジー。上から川に注ぎ込んでる。すげえ。真っ白、見えない。すごいよ。結構すごい人、土曜日だからな。すげえ色だよ、ビデオだよ、皆さん。すげえ色だよ。すげえ雲だなこれ。こっちはまたゴロゴロしてそうだけどね。今1時ぐらいでしょ。こういう勉強のやつがあるんだけど、日本語はどうですか。もう神だ。あと10分ぐらいかな、15分ぐらいかな。人がだんだん集まってきて、みんないきなりボコボコしたらカメラも構えました。
でも、お、お、うわ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、これがロビーですね。すごい、レセプション、そしてまあ待つところで、なんなんでしょうこの天井。これ石の暖炉だけど、今は使ってないですね。でっかい時計があります。全部木、すげー、これ全部木だ、すげー、すごい。この時計が石で、この木が何階建てですか、何階建てですか、しなさん、これ分かんない。 1,2,3、 まあ4階ぐらいまであります。上がってっていいのかな、これ。こんなこんな、なんかうまく曲がった木をよく使ってるよね。段差が均一じゃないのでつまずいた。こちらが客室のようだけど、泊まらないで入れませんか。こっちは絵はがきを書くテーブルが備え付けられていますね。何もたの、ディナー、ディナーするとこだこれ。やっぱ、うわー、ここでなあ、校長、南部校長、すごいな、ここでディナーしたいな。あ、こっちからも吹き出すのが見えたんだ、すごい。あ、ここ展望台みたいになってるんですね。へ、すごいホテルだ。受付待ちですね、首が360度に回るんですか。嬉しいです、とても嬉しいですね。マジで、すごい。